はい、どうぞ、こんにちは、なわです。今回はですね、さあ、先日ね、ちょっと紹介し忘れていたもう1台分の排出結果やっていきたいと思います。さあ、まあ、こっちなんですけどね、まあ結果から言うと、もう昨日のサムネイルになってるキャラクターね、3枚いましたけど、まああれ見た方だったら、まあピンとくるんじゃないかなっていう、感じの内容です。はい、それでちょっとね、軽くやっていきましょうかね。いやー、これね、もう本当に一番狙いといえどね、まあ、何なんだろうね、やっぱこうシナジーっていうのかな、なんかこう共鳴するものがあるよね。物欲センサーとはまた違ったこうね、何かがこう明動した感じがある。はい、それじゃあね、早速やっていきましょうか。はい、まずはソルトから。はい、これ前回ソルベって言ってたかもしれない。名前も見た目も似てるよね、これね。はい、魔族の悪意ですよ、これ。懐かしいな。連携アタックするとなのに、ね、ロックアウトっていうね。孫悟空。はい。あ、イラストかっこいいですよね、これね。お、さらに、イラストのいいベジータですね。はい、超パワーの反動。おー、いいね。はい、超パワーの反動、昔は超強かったですからね。はい、で、これね、アトミックフラッシュやってるんですよ。はい、まあ、ちょっと昨日ね、イラストもっと触れたかったんですけど、あまりにも量が多かったので、ちょっと今回は、イラストにも、ね、じわじわ触れていこうかなと、思ってます。はい。あー、悟空出た。まあ、一応コンプできました、あれは。で、これがね、なんか、レモとチライの、BF6 段ぐらいのレアとね、すんごい似てるんですよ。てか、このキャラクターだけが違うだけで、他背景とかほぼ一緒っていうね。で、強靭な肉体のブルー将軍。はい、これもね、驚きですよね。強靭な肉体っていうね。はい、人造人間21号。21号はね、これは強いよ。まあね、ターレスなしバージョンのデッキとかな、低レートとかでさ、ちょっとやろうかなって思ってるんだけど、なんだろうな、ターレス入れた途端にデッキレートが何万円とかになるでしょ。で、あれの代用枠でさ、ちょっとこれ考えてますね。はい、ドロー持ってるので、まあちょっと互換性としては、まあいいんじゃないかなっていうところとね、ステータスもとても高いので、これ低いステータスないから、これね、結構いいかだと思うんですけどね。あとは気力回復量がね、ちょっと気になります。はい。まあおそらく2本なんでしょうけど。で、金色のガッシュ、17号、紫。はい、ムキンクス。孫悟飯、幼年期。あー、出たー。ハッセル九州で。これ、最初見たときね、あ、なんだこれって思ったけどね。これ、キャラクターをスキャンしないと、最初なんていうの、シークレットレアがさ、これめっちゃ、ね、電撃地獄玉しか映ってなくて。で、これ見たとき、なんだ、ただの17個なんかなって思ったら、ね、スキャンしてみると、あ、全然違うじゃん、みたいな、エピソードがありますけどね。めっちゃマッチョ。あれね、ちょっと最初見たときはね、すごいちょっと気持ち悪いと思ったんですけど。まあこんな感じの体格になるんですよね。16号九州とかあるかんね。ヒーローズってわけわかんないカードとかキャラクターめっちゃ多いよね。16号九州とか。あー、出たー。これ可愛いよね。ちょっとこれはキューポケしようかな。可愛い。めっちゃ可愛い、このご飯ちゃん。この戦闘服姿のご飯超好きなんだよね。しかも金髪が最高。スーパーサイジンね。あの、ドラゴンクエスト5のレックスと同じ髪型ね。はい、で、13号の、はい、合体したバージョンです。標的の補足。まあ、そんな大したアビリティじゃないけど、まあ珍しいかなっていうのと、あれだね、これ。H2 段ぶりに SR になった。あ、そんなことないな。ジャークリューでも一回 SR になってるか。まあ、ただこの合体13号に関してね、ユージャーゲーに関してですよね。あんまり、キャラクター化されてないんで、ユージャーゲーでいきます、また。はい、ここら辺もそうだね。はい、何気にこれね、H1 段からいるにもかかわらず、未だに友情の幅が上がるって。あー、なんか変な構図のミラー。これとかもそうかな。おー、キャンペーン。かっこいいな、これ。かっこいい。トランクス。あ、ちょっと、もうちょっとだけ近くしていいかな。ちょっと遠すぎたね。はい、トランクス、未来。すごいね、これね。キャンペーンの格好ね、毎段毎段独特ですけどね。
すごいなって思うよ、ほんといつもいつも。ホログラフィック加工だけはやっぱりお金かかっちゃうんでできないらしいですけどね。はい、そしてこれね、見てくださいよ。多分ビッグバンアタック、あ、違うか、ビッグバンアタックじゃないか。あっちがアトミックフラッシュで、こっちがビッグバンアタックかなって今思ったけど違かった。なんか意味合いがあるんですかね。こういうの毎回考えてる人の意見とか聞きたいですよね。こう公式 YouTube チャンネルあるんだからさ、あっちでこうカードの誕生した経緯とかを動画にするべきなんだけど、あの毎段毎段ね、こうビッグバンミッション8段最新情報とかさ、なんていうの、ゴッドボスなんとかかんとかバトルとか、そうじゃなくってこういう裏話が聞きたい。まあ自分だけかもしれないけど裏話が本当に聞きたいからさね、そういうのをやってほしいな。せっかくあるんだからさ、あ、ちなみになんですけど、ブロックバーストで、これ今回の段から結構重宝されるかな。っていうのもね、この後に紹介するね、ベジータさんがね、まあ言っちゃったけどさ、ベジータのシークレットレアが単体スペックすごいんですよ。で、当たるとマジやばいんで、あの必殺技、あれをやっぱりブロックバーストで確定防御できるっていうのはすごいでかいんでね、やっぱ1枚は欲しいかなっていう。はい、ピッコロさん、これ1枚目ですね。あー、そっか、ピッコロがいたら忘れてた。これ1枚目だな、多分。前回の配列紹介では多分こいついなかったから、あー、まだ持ってなかったんだね。あー、ブルーシャンめっちゃ出るな、お前。あ、ピッコロのエスターだ。お、剣士座戦法とヒルク消滅。あー、これあれだよね、結構強いやつ。パワー1ロック持ってて、気力消滅、剣術、強いな。めっちゃ強いな、これ。あー、孫悟飯青年期か。まあ、何の悟飯青年期にするかってところですね。まあ、軽減戻しのやつとかいますけど、あれ、バトスタで使ってる人、まあ、見ないから、シークレットレアの方がいいのか、何なのか。はい、ハッチャンの手助け。あ、ごめん、これちょっと前回触れ忘れてましたね。はい、新規アビリティでした。戦闘力バトル終了時、戦闘力バトル時、この ラウンドのみ CI スピードを初期値より速くなっている仲間全の CI スピードを初期値に戻り、 CI スピードを火力効果も購入する。さらに自分チームに孫悟空少年期をやると、その仲間全のメクラパイプを外せる。あー、強いですね、結構。まあ、なんか摩訶不思議デッキとはまたちょっと違うような感じかな。摩訶不思議、悟空、父、このハッチャンで、なんか良さげなデッキできそうですね。はい、ヒーロータイプだし、どっちが強いんだろうな。やっぱガードとか上げた方がいいんかな。あー、出たー、これかっこいい、これかっこいいよね。はい、はい、あ、そろそろ、あー、俺と一緒に夢を見よう、自衛隊行く。はい、ハーツ出ました。あー、かわいい。はい、ハーツ自衛隊行く、僕と一緒に来る気はないか。お、未来を見通す超進撃に止まってるじゃないか。んー、どれどれ、スーパーハーツ孫悟空ベジータによる超ニット発動する、いいじゃないか、とてもいい。あ、いいぞこれ。ごめん、これちょっと動画撮るわ。いや、忘れてた。そっか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 、超ニット技あるんだよね。なんで忘れてたんだろう。あったわ、よかった、これ狙いだったな。ごめん、これ連呼してる時全く思いつかなかったけど、これ狙い目でしたね。はい、魔人の協力者。あー、またちょっと長いアビリティ持ってますね。はい、まあこれはちょっと見てください、ご自身で。はい、そっか、ハーツ超ニットだと思ってるの忘れてたな。いや、全然ね、なんだろう、カードリスト見てた時はね、多分言ってたと思うんですよ。あ、超ニット技あるねみたいな。あー、ただね、全然今の今まで忘れてました、これ。はい、超イに持ってます。もう動画上がってるかもしれない、これは、マジで。で、ご飯、悟空と来て、別シリンダー、あー、別シリンダーっていうか、もう片側です、左側。はい、GT さあ、回していきましょうかね、ここら辺は。あー、ご飯結構出るな。前段ね、ちょっとコモンとかで狙ってるカードあるんですよ、絵柄的に。それ今回これにしようかな。かわいいな、ご飯ちゃん超カメハメハ、なんかいいね、ちょっとエチエチなアングルだね、これね。あー、なんだこれ、ムス。あー、金色の合衆。あーあーあー、ブルー将軍めっちゃ出るね、今回一番出たかもしんない、ブルー将軍。ゲロ、あとファイナルベジータも結構出ましたね、これね。あー、18号さんイラストかわいいな。あ、パンちゃんもね、安定の可愛さですね。はい、まあショタとね、幼女とどっちが好きですかとかたまに聞かれますけど、
ショタかな。どうでもいいわっつって、はいこれ出てない、ごめんチャオズ出てないじゃん、もうごめんねチャオズくん、待たせっすよ。はい、これでコンプかな、さすがに、さすがにこれでコンプでしょ。地球のなんとか守り手キャンペーンはそんな種類7とか8とかだったと思うから、だって悟空、ベジータ、ピッ、あ、トランクス、出てないかもしれないで、ご飯、チャオズ、あー、8種類ぐらいか。あー、そっか、トランクスもいた気がするな。あ、そうだ、ごめん、トランクス出てないわ、トランクスルーだわ、これ青年期のトランクスが出てないですね、キャンペーンの。あー、出てくれ、頼む、この後に出てくれ、出ろ。いや、これスラッシュでしょ、出ないか。あー、なにこれ、え、これ持ってない、来た、持ってないやつ来た。戦いの教師だっけ、これさ、毎回忘れちゃうんだよね、教師だっけな、教師だった気がする、ちょっと忘れちゃった。戦いの教師、教師ってことでしょうか。作戦決定値、敵チームよりヒーローエナジーが多いと、敵チームよりヒーローエナジーが多い数かける2000、自分チーム全員のパワーが永続でアップする毎回。まあ強いっすよね。そっか、ベジット頭脳出てなかったわ。なんか意外とさ、出てないキャラクターいるんだね、こう見るとね。全然気がつかなかったけど、スルースルー、あ、これ UR っぽい。あ、来た、なんだこれは、うえ、うえ、あー、カンバーか。あ、でもなんか効果アップ強いらしいですね、これコメント欄見てる限り。結構強いらしいです。まあ3枚目だけど、これは使えますね、後日絶対火力出るから、絶対火力出るから、あれ、あー、キャンペーンっぽい。あ、トランクス、トランクス、トランクス来た、よっしゃー、やった、トランクスだー、来た、コンプした、さすがにコンプした、おっしゃー、かっこいい、やったやったー、キャンペーンコンプした。これ出なかったら出ないままのこともありますからね、ヒーローズラッシュみたいにね、そうすると後で購入する羽目になるんですよ。でそれ嫌だったから、できれば懇談中に出したいなーって思ってたんですよね。特にキャンペーン、SR はバンバン出るけど、キャンペーンって例えば今回連呼してね、いっぱい出たからいいけど、その後にバトスタとかやっててさ、そんな都合よく出ないからね、育成もあんまりもうスラバターないんで、いやー、よかったー、これトランクス青年期よかったー。いやー、さすがにコンプでしょ。何度目のセリフや言うてね。はい、アトミッククラッシュ、紫、ベジータ、チッチ、あ、そろそろじゃない、ヘーツ、じゃな、ハーツ、はぁ、どうでもよいかな、次はジョータロー、貴様だ、やろう、出よ。はい、いう感じで、あ、そろそろじゃない、あ、ご飯、あ、うっせる、あ、あ、ご飯が多い、よいしょー、よいしょ、ということで最後はベジータさんです。あー、さあこちらですね、本当にかっこいいよね。これ本当にもうすごいよ、これ最高傑作ですよ、もうね。ちょっとライト今ね、ちょっと出しますけど、こう見てよ、これ最高傑作でしょ、これもうヒーローズ史上でも名高い。さすがにまあ一番とは言わないですけど、まあね、屈指の、順位なんじゃないかな、これは。いやー、キャラクターもいいですよね、これね、スーパーサイジン、ゴッドスーパーサイジン、暴走制御っていう、まあね、ちょっと新しいベジータ様のフォーメーションなんですけど、まあね、これが本当にね、画期的でしたね。まさかこういう感じで来るかとは思ってなかったのでね。これ来た時びっくりしました。はい。何気にガード高いです。あ、ちなみにこれちょっとね、プレイドアの時に、そんなに性能面触れてなかったんですが、サイヤ人の本質ってアビリティで、戦闘力バトル終了時、アタッカーになっている場合ね、自分のパワーと記録消費の戦闘力がまず永続で3倍になるんですよ。だから1ラウンド目で3倍。2ラウンド目で9倍、3ラウンド目で27倍、4ラウンド目で81倍、ファイナルラウンドで162倍か、いう感じで、やばいんですよね。とにかく一言で言えることがやばいんですよ。だからまあ、レンマの3倍バージョンなんですけど、
まあ、戦闘力バトル終了時っていうことなんで、ちょっとタイミングはレンマより劣ります。さらに、サポーターにすると自分のパワーが永続で1になるんですよね。なので、サポーターに置けないんですが、その代わりに、自分の攻撃時、その攻撃のみ、自分のダメージ倍増効果を無効にし、敵のガードダメージ軽減効果を無効にする毎回ってやめて持ってて、まあ、これね、なんて言うんでしょうかね、まあ、自分、超貫通って呼んでるんですけど、ね、敵のガード軽減ダメージ倍増全部無効化するっていうことは、まあまずガード、3000でも5000でもあったら結構ねやっぱダメージ軽減されちゃうじゃないですか。でそれをまず無効化できます。はい、10万あっても100万あってもで軽減効果、まあ、最近軽減自体減ってるかもしれないけど50代 UM とかねまだまだいるんで、ユニバースミッション12段の、なのでああいうのを無効化しつつ、さらにダメージ倍増効果無効、これ一番でかいかな。これがあるおかげで、まあ、要はね、その、極限系のダメージ倍増ダウン、ね、極限の求めてもそうだし、極限アプリって呼ばれてるね、3人の与えるダメージ超ダウンってアビリティ、アプリがあるじゃないですか。で、あれってベジータ簡単に引っかかるんですよ、これパワー高いから。なので、ああいうのも全部無効化できるっていう。で、逆に考えると、あれを餌にできるんだよね。これ1ラウンドでパワー3倍にさしとけば、極限アプリこれにかかるから、それを、無条件で消去して。で、さらに究極バーストで、ダメージ 1.44 倍。で、これ倍増効果消去の対象になりません。さらに当たるダメージ2000アップしつつの超強力な究極ダメージをまた得るっていう。まあ、飛んでますよね、これね。バグってますよ、これほんと。だからまあ値段も物語ってるけど、性能面ね、ほんとにこれね、火力特化型。火力一点集中みたいな。カードでビルスとかブロリーみたいなカードとはまたちょっと違うんですよね。あと転送ゴジータとかね、あそこら辺とはちょっと違くて、なんか一級闘魂系カードっていうの、まあベジータらしいですよね。でまあ邪念を払うっていう意味でもやっぱこのね、何にも作用されないっていうの、っていうのもなんか表現されてて、すごいいいなって思いました。はい、これ人気ですよね。でまあ、やっぱ2000ダメージっていうのが最初ちょっと少ないかなって思ったんですけど、まあ、よくよく考えたらこれアビリティねあるだけでも十分すぎる火力出せるので、別にもう2000だろうか1000だろうかここはもうおまけみたいな。で確定秘術持ってて、まあ、技封印にはもちろん弱いし、ヒーローエナジーアップ封印とかね、ヒーローエナジーを試させないカードが来ると、まあ、かなりきつい。要は技打ってなんぼなので、そこが来るとかなりまあきついです。まあ、なのでブルマ BR とかでね必殺技アシストしてあげたりするともう完璧ですよね。でビルスとかブロリーみたいに1枚出し戦法じゃなくて、これ複数枚アタック回出せるんで、他のキャラクターと一緒にこうやって出せるんで、そこが大きな違いですかね。まあ、なので別にその1枚出しにこだわる必要がないっていうのでね、まあブルマくっつけてようが、ヤムチャでエナジー貯めようが、そこら辺はまあ本当自由だし、ユニットメンバーにも一応なるんで、これマイティマスクとかね、まあそういう使い方もできて、とにかく素晴らしいの一言です。はい、こちらね自分の中ですんごいね今回のシーズン、今回のラン、評価高いですこれ。はい、ガードもなんか2500あるし、なんで2500あるんだろうなこれ。まあいう感じでね、このベジータ本当に強いなと思いました。まあなので性能紹介はそんな感じですかね。はい、まあなので今回ね、1万8000円ぐらいかな、1万9000円ぐらいか、連行してみての結果は、こんな感じでした。で言ってもまあ初日の波数みたいな感じなんですけど、サムネに右ってね、映ってたら一番右側のベジータの画像がこいつなんですけどね、単純にこれ出ましたよっていう報告です。はい、まあ皆さんいかがだったでしょうか今回の連行。まあいろいろやっぱりね、こう爆死したりとか逆に大勝ちしたりとかね、いろいろあると思いますが、まあこれにプラスアルファ今回ね時の守護者キャンペーンあるので、まあやっぱり何もないよりはいいですよね。何もね、トランクスでのも結構強いのであれで、まあ全部で使った金額、まあ合計金額で言うと8万円ぐらいかな。8万円で、シークレットレアのベジータが3枚で、ゴジータ UM が1枚という結果に終わりました。はい、まあ UM1 枚だったのはまあ別にいいんだけど、そのロゼ仮面がねやっぱ出なかったですね。まあ、ロゼ仮面ね本当に出会わなかったね。今回完全にベジータにちょっと愛されてましたこれ。はい、まあかっこいいからね全然いいんですけどね。こうやって3人並ぶとかっこいいな、さらになんか三原神みたいな、
3人のこう守り神みたいな感じでね、こう俺がこの世の全てだ、いや俺が全てだ、俺が全てだという感じで、うわすごいなこれ、やっぱサムネイルの威圧感すごいですってコメントとかねよくありましたけどね。うん、なんか3枚並ぶとかっこいいよね。こう2枚だとああすげえなーって感じなんだけど、3枚だとおおすげえなーみたいな、なんかちょっと違いますよね3枚並ぶって。でこれが9枚とかねなるとね、やっぱ圧巻ですよね。うん、9ポケっていうの俗に言う、これ9枚並んでたらやばいでしょこうやってブワハハハハみたいな、はい、いう感じでですね、はい、まあちょっと長くなりすぎてもあれなので、ちょっとここら辺で締めましょうか。まあなのでちょっと皆さんもね、連呼結果とかね、あの〇〇出ましたとか、あの〇〇連で〇〇出ましたとかね、そういうのがあったらぜひ教えてほしいっていうのと、あとあの時の守護者キャンペーンのトランクスゼノがね、あのやっぱり全然出ないと、うん、自分も2枚しか出なかったんですよね。8万円ぐらい使って2枚しか出なくて、まああれ本当にやっぱ出づらいのかなっていうところで、うん、まああれの確率とかぜひ詳しい方いましたらコメントください。はい、1万円でね3枚出たとかね、そういうのもあるかもしれないんでね。ということでご視聴ありがとうございました。じゃあね、今日のノアチャンネルは終わり。また見てね。